スティグ・ブロンクビストは、スウェーデン出身のラリードライバーであり、1984年、世界ラリー選手権のドライバーズチャンピオンである。昔の日本のプレス表記では、名字表記が、ブロンキスト、ブロンクビストなど、各国参考メディア上の発音の違いによる表記があるが、現プレスでの表記上では、スティグ・ブロンクビストと表記される。息子は2010年に、 史上最年少でフォーミュラルー選手権を制したトム・ブロンクビスト。ブロンクビストは18歳でドライビングライセンスを取得すると1964年のスウェーデンのカールスタッドの地元ローカルラリーで2位を収めた後、1971年はサーブ 96V4 を借り、その年のラックラリーで優勝を遂げる。その後はスウェディッシュとラック1000個に タルボ時代まで、地元ラリー中心に活動。WRC 戦は、サーブの意向もあり、北欧中心のスポット参戦としている。1971から1973年を、サーブ 96V4、1977年まで、サーブ 99EMS で参戦し、非力なマシンの中でも時折速さを見せつけ、それなりに調子が良い時は、 表彰台に絡んでいる。1978年は、ランチやストラトス、サーブ99ターボと乗り継ぎ、1981年、タルボットサンビームロータスで走った後、1982年は、アウディクワトロで2勝を上げると、タイトル争いに加わるようになり、1984年に5勝を上げ、ドライバーズタイトルを収めると1985年まで、 バルターロール、ハンヌミッコラ、ミッシェル・ムートン等とクワトロの熟成に貢献する。また、当時から一部ドライバー間で主流であった、ドライビングテクニックである、左足ブレーキの使い手で、アウディ時代にミッコラへ、左足ブレーキでのコントロールを教える、等当時のチーム勝利に大きく貢献している。稲垣修介は初めて左足ブレーキを使用した、ドライバーと推定している。 1986年までタルボでのプジョーとの関係上、プジョー205ターボ16でもスポット的に起用、参戦する状態が続くのは他の開発要因として主眼を置かれていたドライバーも同じ状況であったが、フォードアークス入りを果たすと、後年の1990年代まで、フォード RS200、フォードシエラ、日産パルサージテ・ R、シュコダ。 フェリシア・キトゥカールのワークスカーで速さこそないもののこれまでの経験を活かし、マシン熟成に献立てする。また、BTCC にもフォードシエラを走らせていた経緯がある。1996年ラックラリーで50歳を迎えてもなお総合3位に上る、桃源駅ぶりを見せつける。1997年から1998年に、 スウェーデン国内のツーリングカー選手権でフォードモンデを狩る。その後の2000年からもシコダ・オクタビアの開発と並行し、スポットで三菱・ランサー・エボリューションのグループ N 仕様をプライベートチームで走らせ2001年のグループ N シリーズ成績5位を獲得。その後2003年から2006年までスバル・インプレッサで出走していた。 2007年レースオブチャンピオンズでクワトロ S1 オカルブロンクビストミシェル・ムートンが主催するレースオブチャンピオンズにもたびたび出場しており1989年1990年に優勝近年でも地元ラリーイベントやアウディ関連のイベントで健在ぶりをアピールしている2002年へ b b c トップギアのテストトラックドライバーであるザ・スティグの正体の 有利季節として、ネーミングから連想されるため、噂されたが否定している。2004年マッハにレーシングチームから、パイクスピーク、インターナショナルヒルクライムのアンリミテッドクラスに参戦し、かつてドライブし、急遽 WRC で取り留めとなったカテゴリーである、グループ S で狩る予定であった、フォード RS200E で、トップタイムを叩き出す。2008年9月に、 スコットランドで行われたコリン・マクレー追悼ラリーである、コリン・マクレーフォレスト・ステージラリーには、フォード・エスコート・ RS-1600 で参加している。2010年3月のジュネーブショーでは、アウディブースのクワトロシステム30周年として、当時のスポーツクワトロと共に登場。ステージイベントに花を添えた。2012年、ビヨン・ワルデガルドと共にパトリック・サンデルの、 プロドライブへのシート獲得支援を行っている。ありがとうございます。